吉田です。今回は少ない商品点数で大きく稼ぐフィギュア仕入れの方法についてお伝えします。フィギュアは生産期間が短い、生産数が限定されているものが多いなど、プレミア価格がつきやすいジャンルです。そのため一般的なセドリよりも利益率が高く、少ない商品点数で大きく利益を取ることができます。今回は フィギュア仕入れのメリット、デメリットや売れるフィギュアの見つけ方について解説しますので、最後までお付き合いください。フィギュア仕入れで利益が出る理由とは、フィギュアを仕入れても利益が出るのか、どんな商品が人気があるのか、いまいちわからないといった人は多いのではないでしょうか。わからないものって敬遠してしまいがちですよね。 しかし、フィギュアを攻略するのはあなたが思っているほど難しいものではありません。フィギュアはしっかりリサーチをしてコツをつかめば利益を生む商品なのです。まずはフィギュアを扱うメリットを紹介します。参入者が少ないため価格競争が起きにくい。日用品や本など 生活に役立つ商品と比べフィギュアを仕入れようとする人は少なく出品数もそれほど多くはありません参入者が少ないということは仕入れ価格を抑えることができますそして価格競争が起きにくく値下がりしにくいのが最大のメリットですさらに回転率やランキングが多少悪くても意外と早く売り手がつきます 製造数が限定的なのでプレミア価格がつきやすい。フィギュアは大量生産される商品とは違い、製造数は限定的で主に受注生産という形態が取られています。また、ワンダーフェスティバルなどを限定された場所でしか手に入らない商品もあります。そのため欲しい人が必ず手に入れられるわけではなく、プレミア価格がつきやすいのです。 そんなプレミア付きフィギュアは高い利益が望めますね。中古でもコレクション品で未開封のものが多い。フィギュアは中古品として売られていても未開封のものが多々あります。それはあえて未開封のままコレクションとして大事に保管している人が多いからです。外箱に痛みがなく未開封であれば新品として売り出すことができます。 仕入れ時に未開封と書かれてあっても、本当に未開封なのか、外箱の状態、テープの剥がし跡などを確認しましょう。理解しておきたいフィギュア仕入れのデメリット。フィギュアは特殊、失礼しました。特殊な商品なので、転売のハードルが高いことが一番に挙げられるデメリットです。 それ以外にも知っておかなければならないデメリットがあるので解説していきます。市場に出回る数が少ないため回転率が低い。フィギュアは市場に出回る数が限定されています。必然的に回転率は低くなりますね。初心者からすると仕入れが難しいと感じるのは頷けます。はじめは利益を得るために他の回転率の高い商品を扱いながら 少しずつフィギュアも取り入れていくようにしましょうセールが少ないのでしっかりとしたリサーチが必要フィギュアはバーゲンセールが比較的少ないので損をしないためにしっかりとしたリサーチが必要ですどの商品が人気があるのかプレミアがついているのかを事前にチェックしておきましょう Amazon には予約販売があるので プレミアがつく商品を見極める目があるのであれば仕入れてみましょう。一度に大量に仕入れるのが難しい。在庫が限られているので、一度に大量に仕入れるのが難しいのもデメリット。フィギュアの仕入れは何店舗も回って、目ぼしい商品を手に入れるというのが基本のスタンスです。 予約販売では一人当たりの購入数量が限られているので、複数の店舗やネットで予約する必要があります。売れるフィギュアを見つける方法。フィギュアを売るときに重要なファクターとなるのが、人気商品を知っているかどうかです。人気商品を知らないと、片っ端から情報を集めないといけないため、時間がかかってしまいます。 人気アニメやそのキャラクター、映画化の情報などを元に考察していくことから始めましょう。そして人気のフィギュアが見つかったら、なぜそれが人気なのかを分析しましょう。テレビで紹介された、映画化された、普及の名作など、いろいろな要因が考えられますね。そこから一時的な人気なのか、あるいは安定性があるのか、 これからプレミアがつくのかといったことが推測できます。はじめは難しいかもしれませんが、人気フィギュアのリサーチ方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。Amazon のフィギュア人気ランキングをリサーチする Amazon のフィギュア人気ランキングで割合簡単にリサーチすることができます。今からパソコンでの調べ方を紹介します。 アマゾンのホームページにあるカテゴリーの欄からホビーを選択する。左上にあるアマゾンランキングをクリックして売れ筋ランキングを表示させる。フィギュア、コレクタードールをクリック。これでアマゾンで売れている1位からの商品がわかります。とても簡単ですね。仕入れに行くときは最低でも100位ぐらいまで把握しておきましょう。 お店で該当商品がすぐわかるようになれば仕入れの時間が短縮できます。ニュースなどでアニメや映画情報をいち早くゲットする。現在や過去に放送されていたアニメや映画情報を手に入れましょう。テレビ放送中のアニメが続編なのかそうでないかも重要な要素です。普段のニュースをチェックして アニメ情報をいち早くゲットするように常にアンテナを張っておきましょう。テレビニュースのほかニュースアプリも便利なので活用すると良いですよ。発売日や放送開始日をネットでチェックする。新作ゲームの発売日や新作アニメの放送開始日はネットでチェックすることができるのでフィギュア仕入れの参考にしましょう。 秋葉総研というサイトでは新アニメの放送日が記載されています。実際に販売されているもしくはされる予定のフィギュアと照らし合わせてみると良いでしょう。また、新作フィギュア、ゲーム、アニメ CD 発売日検索はこちらのゲームいろいろ情報編集部が運営するサイトが便利です。 何ヶ月も先の情報が1日単位でわかるので、仕入れ計画を立てるのにおすすめです。こちら、動画の概要欄に URL 記載しておきます。フィギュア仕入れで気をつけるポイントとは、フィギュアは特殊な商品なので、仕入れには神経を使わねばなりません。 フィギュアを求めているほとんどの人は商品が綺麗であることに重きを置いています。そこに注意を支払わなければクレームを受けることにもなるのです。中古品を買うときは商品状態をしっかり確認する。フィギュアの主な購入目的はコレクションです。商品の劣化を防ぐために 鑑賞用だけでなく保存用として購入する人がいるほどできるだけ完全な状態が望まれるので商品の状態は他の商品より神経を払いましょう実店舗ネットショップにかかわらず中古を買うときは記載されている商品状態の説明をしっかり読んでください外箱を覆う薄紙が破れているとクレームの対象となりますので 出品するときにはそのことを書くか、薄紙を取ってしまうことも検討しましょう。ネットショップの場合は実物を見ることができないので、評価やコメントも確認しましょう。安すぎる場合は偽物の可能性があることを念頭に置いてください。中古だと勘違いされないための対処方法。 正真正銘の新品でもテープを剥がした跡がある場合があり、中古だと勘違いされることがあります。メーカーが検品の時に一度テープを剥がし、特に異常がない場合はまたテープが貼られるのですが、それを知らないと購入者が一度開封した商品だと誤解してしまうのです。それを防ぐためには、初めから中古として売るか、 テープの剥がした跡があることを記載すると良いでしょう。中古として販売してもほぼ新品として出品できますし、写真を載せることで購入者側も納得して買うことができます。新しいフィギュアは再販の可能性も視野に入れる。メーカーが生産を終了してから多くの電月を費やしているものはあまり再販の可能性はないのですが、 新しめのフィギュアは再販の可能性も視野に入れなければなりません。人気商品は再販の可能性があるので、メーカーごとの過去の再販商品の時期などをチェックすると良いでしょう。しかし、人気があるからといって全て再販になるわけではありません。プレミア感を出すためにあえて再販しないケースもあります。 フィギュア仕入れで売り上げを伸ばすためのポイント。フィギュアの人気シリーズやキャラクターが分かってきたら仕入れに進むことができます。参入が少ないフィールドなのでチャレンジする意義は十分にあります。ぜひ仕入れのコツをつかみましょう。発売日前に価格が上がったら予約で仕入れる。 発売日前に価格が上がった商品を予約で仕入れる方法です。こちら、ネンドロイドのヒーローズエディションですが、価格が上がっています。定価価格は4815円、税別なのですが、発売日前に7980円まで上がっています。一度値が上がった商品はまた上がる可能性が大きいです。 ネットショップやアニメイトなどの実店舗で予約ができるので、モノレートでチェックしましょう。個人商店はプレミアや販売、廃盤、失礼しました。廃盤商品が残っている可能性もあります。個人のお店は低価販売をしていて、あまり安いイメージはありませんよね。でも、フィギュアの仕入れには個人商店が意外と役に立ちます。 個人商店だとライバルが少なく、プレミア商品や廃盤になった商品が残っていたりするのです。ライバルが知らない個人商店を探し当て、仕入れ店舗のリストに組み込みましょう。ネットであなたの住む地域やおもちゃ、玩具などと検索すると、最寄りの店舗を探すことができます。在庫切れ商品を探して出品する。Amazon の場合、 出品者がゼロだと現在在庫切れですという表示がされます。こちら画面を確認してください。フィギュアは生産数が少ないのでよくこのように在庫切れがあります。そんな中にはプレミア価格がついている商品があるので個人商店やネットで仕入れることができれば利益につながります。しかし現時点で出品者がいなくても将来現れるかもしれません。 仕入れたらすぐに出品して売るのがおすすめです。おすすめのフィギュア仕入れサイトをご紹介。フィギュアの仕入れができるネット小売店をご紹介します。ぜひ活用してみてください。セールやまとめ売りが多い駿河屋。福岡や札幌、秋葉原などに店舗があり、フィギュアの他にもコミックや DVD などが売られています。 セールやまとめ売りもよく行っており、安いと評判のお店です。1500円以上の購入で一部の地域を除いて送料無料になります。こちら URL を概要欄に貼っておきます。模型やキャラクターグッズもあるアミアミ。秋葉原に実店舗があります。フィギュアのほか、模型やキャラクターグッズなどが売られています。送料は発送ごとに500円かかります。 アミアミから画像を転用した不審なサイトがあるので引っかからないようにしてください。こちらも画像の URL、動画の概要欄に貼っておきます。人気商品でも予約で確実に手に入るホビーストック。送料は500円ですが、1万円以上買うと送料が無料になります。人気商品でも予約をすれば確実に手に入るようです。 たまに目玉セールを行っているので、ぜひチェックしてみてください。こちらも動画の概要欄に URL を貼っておきます。まとめです。フィギュアの仕入れは商品の知識を得るまで大変かもしれません。しかし、人気商品が分かってくると儲けやすい分野だということが分かりましたね。しっかりとしたリサーチが強い武器となります。うまくフィギュアの特徴を掴んで、 ライバルが少ない今、どんどん売って稼ぎましょう。ということで、チャンネル登録、お願いします。